よう。おはよう。寝れた？よかった。今日は撮影が2時半からなので、またホテルで時間までゆっくりと過ごしたいと思います。まだ完全には目覚めてないようですね。2、2、3、4、5、6、7、8、ダンダ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 ダン買ってきたけん。ほい。美味しそうじゃない？美味しそう。めっちゃ美味しそうなんですよ。でもね、いちごが780円ぐらいしてたまげた。いちごで780円。めっちゃ高いと思って。福岡やったら398円。美味しそう。うん。いただいてもいい？うん。美味しいの？酸っぱいの？酸っぱい。うん。あ、酸っぱいねこれ。100% フレッシュって感じだね。あ、シロップ漬けとかにしてない。本当。生のフルーツ。でもこれはこれで美味しくない？まあ。ナタデココ入っと。あちゃん出発5分前やね。楽しみ。緊張するね。もう緊張してる？緊張してるする。やっぱり。緊張する。さあ、じゃあ行きましょうね。ちゃんと今日ね、ママはね、忘れ物ないか5回ぐらい確認したし、下調べもバッチリしました。なのでママの準備は万全のはずです。読めるぞ。おお。で、衣装とマスクですね。撮影が終わって、今、お腹が空いたので近くのお店に入りました。お疲れやっちゃすごいお腹空いたよ。さっきまでは集中しとって全然肝心かった？これでさ、このまま今から福岡帰るやったら無理やった？うん。撮影、あ、待ってます。飲んでる。帰ったらですね。よかった。ん？めっちゃ可愛い。すごい。あ、これもしかして蓋取って飲むのが正解？じゃない。あ、じゃあママのどうなってるんだろう。うわ。うん、いいよいいよ、飲んでみて。スイカの匂いがする。あ、めっちゃスイカ本当にそのままスイカをジュースにしたって感じ。あ、本当？暑かった。お疲れ、あっちゃん。頑張ったね。疲れた。いや、でも本当よく頑張ったと思うよ。初めてでね、もう周り全員知らない人だもん。楽しかったね。
なんかね、せっかく綺麗にメイクしてもらったけん、たくさん撮りたいけどね。疲れた。疲れたんだよ。そっか。じゃあおやすみ。おやすみ。すっちゃん、ママに会いたいでしょ？いや、大丈夫だけど。大丈夫なんだ。あれ、そうなんだ。あっちゃんのスキンケアが面白い。さっき、あっちゃんと二人でお風呂に入ってた時に、今日の撮影のことのね、感想とかをいろいろと話してくれたので、まだあの髪の毛を乾かす前なんですけど、あの視聴者の皆さんにも共有したいなと思ってカメラ回してます。で、今日すごい夢のようだったよね。もう夢のようっていうか、もうめっちゃ緊張しまくり。そうやね。今まででマックスぐらい緊張してましたね。もうポージングとか練習してたけど吹っ飛んでたもんね。もう何すればいいか分からん。でもね、最初やったけんさ、最初はもう無事に仕事を終えられただけで100点と思うよ。なんかメイクとかはママがやると嫌がるやん、ちょっと怖いって言って。そうやね。今日はヘアメイクさんにしてもらったのはどうやった？全然安心できた。全然怖くなかった？うん。もうそれどころか楽しいって感じ？うん、楽しいよ。すっごい可愛くなっとったよね。うん。もう着替えも大変じゃなかった？いっぱいあって。大変やったけど。うん。あとね、そうね。着替えで一番大変やったのね。床がめっちゃ冷たいから、うん、靴下と靴を履き替えるときも足が凍る。うんそうそう。でしかもさ、メイクと着替えの部屋と全部一緒なんだよね。あのやっぱ東京って自分たちの想像より全然スタジオが狭くて、でも本当にさ、うん、もうめっちゃ秘密基地って感じ。でも入ったらすごいちゃんとセッティングされてて、わー、スタジオだっていう感じだったね。じゃあ、あっちゃんはまた挑戦してみたい？挑戦してみたい。もっとやってみたい？もっとやってみたい。助けて、助けて。でも東京来るの大変じゃん。意外と楽しいよ。あ、じゃあそれ含めてもやりたいって感じ？うん。というわけで、あっちゃんは撮影を楽しんだようですね。じゃあ今までの撮影の中でどんくらい、1番か2番とか？一番楽しかったし、一番緊張したし、一番すごかった。それではあっちゃん、おやすみ。おやすみ。お腹痛い。ほら、疲れが出たかな。でも、すっちゃんがいないとめちゃくちゃ静かだよね。うん、静かすぎる。さあ、では帰ります。それでは、さらば東京。いい思い出ができたね。また来れますように。うん。羽田空港に着きました。ここかな？ここから入って。預けてくるね。あれだ。
けつけられない。なんでかな。出発便がここじゃなくて第一ターミナルだったということで移動します。なんか10分ぐらいかかるらしい。広くない羽田空港。広い。うん。まあでもね、大体こういうことは私たち付き物なので、そういうことを見越して時間に余裕を持ってきてますので大丈夫です。連絡通路から第一ターミナルに向かいます。どっち？あれか、あそこに第一ターミナル連絡通路って書いてある、あれだ。第二ターミナルに着きました。あ、大丈夫？あ、違う違う、第一ターミナルに着きました。結構遠かった。ヘトヘトでございます。あ、広いね羽田空港。うん、荷物預けたので、飛行機が出発するところに行きます。疲れた？ついたね。ただいま。ただいま。ただいま。いた。いた。ごめん、まだ手洗ってないからギューできないけど、すっちゃん、すっちゃん、会いたかったよ。手洗ったらいっぱいギューしてあげるからね。すっちゃん、すっちゃん、すっちゃん、だー、会いたかった？しゃー、ただいま。しゃー、ギューしようね。しゃー。ただいま、こっちゃん。